はい、山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆様元気にしておりますか。作家の山口敏太郎です。これ定期的にやってるんですけど、おはがきコーナー、大量におはがきお手紙が寄せられます。メールにてとかはがきにてとか封書にてと、それをいつも読むコーナーを、最近やっております。もうすっかりおなじみになったんですけど、 IM さんです。はい、こんにちは。はい、相性についていろいろと、何ですかそれ、提案をいただきまして。はいはい、どうだったんですか。はい、ちょっと選考中でして、今回発表しようかなと思ったんですけれども、はい、ちょっとまた引き伸ばしまして、引き伸ばす次回、はい、なんかそのドラマを伸ばしてないですか。いや伸ばしてなくて、なんか皆さん素敵なのを送ってくださるんで、ちょっと迷ってます。迷ってますか。はい、はい、じゃあ次回ちょっとお願いします。はい、それから全部お菓子の都市伝説を話しまして、はい、でおかげさまマーケットさんから、はい、おにぎりせんべいが一箱、はい、全部おにぎりせんべいが、はい、届きました。はい、それでお礼をちょっと申し上げて。そうですね、実はお裾分けをいただきまして。そうですね、大変美味しくいただきました。ね、休日ボリボリ食べて、はい、ありがとうございました。ということです。はい、はい、じゃあまずじゃあおはがきから、そうですね、はい、はい、おはがきからいきます。はい、はい、おなじみのエコマルさんなんですけれども、エコマルさん、はい、楽しい絵を描いてきていただきまして、はい、ちょっと紹介させていただきます。はい、はい、昨日のアトラスラジオでめちゃくちゃ咳込んでおられたので心配しています。いやもうただジジイですよ。ただのジジイですか。はい、人からの悪意で攻撃されると、仕事で一番使う喉を攻撃してくるので気をつけてください。そういう根性の腐ったやついますからね。はい、アトラスラジオの小さな画面左下に映っている山口敏太郎先生の姿をラジオを聞きながら描いたのですが、伊藤秀明になってしまい。そこを受けてるのはなぜなんですか。ちょっと異議申し立てますよ。そうですね、僕はよく言われますね。伊藤秀明に似てますねって。嘘ですね、はい、うん、はい、裏の文字が映ってしまい、お顔が大月健二かブラックジャックのように見えたので、マスクを貼りました。マスクを貼ったんですね。はい、下手くそですいません。とりあえず手紙を一緒に送ります。前世は十数回思い出しています。殺したり殺されたり悪い体験もしてきました。なるほど。またスケッチ描きながらおいおいお伝えします。なるほど。ということで、ちょっと他にもお話とかがあったんですけれども、今回は絵の方を紹介させていただきます。いいですか。はい、マスクをしてる絵を、はい、ね、これ保坂君がちょうど画面にビューンと。そうですね、こうビューンと伊藤秀明に似ているかもしれない。ああ、よく言われますよ。言われます。ビューンと出てます。はい、はい、はい、どうぞ。はい、次はですね、前回キキさんという方のお手紙を読んだんですけれども、はいはい、続編がまた来ています。ああ、来てますか。はい、はい、ですね、弟が、同じような境遇の人がいるなと、ラジオを聞いていたら姉ちゃんかと驚いたみたいです。うん、私も読んでいただき嬉しかったです。うん、今回は中学生の時に体験した話です。うん、中学何年生だったか正確には覚えていません。いや、弟さんのツイッター僕見つけましたよ。あ、そうですか。多分あれが弟さんだと思います。あ、そうですか。ツイッターでなんか騒いでましたね。はい、あ兄弟揃ってありがたいですね。ありがたいですね。聞いていただいて、はい、はい、私の両親は埼玉の本庄市というところで寿司屋をやっていました。いいですね。お店ではお酒を飲む人がいるとどうしても両親の帰宅が遅くなります。はい、私の実家は2世帯で、1階祖父母、うん、2階が私たち父母キキ弟で暮らしていました。うん、ある夏の夜、私は弟と両親の遅い帰宅を待っていました。うん、1階の祖父母は寝ていて、起きているのは私と弟だけでした。うん、リビングで弟と一緒に待っていると、木の階段を素足で駆け上がる音がダダダーッと聞こえ、うん、弟と一緒に両親が帰ってきたと思い、うん、玄関の方を2階の踊り場から眺め、お母さん、うん、と呼んでも返事がない。うん、階段上る音聞いたよねと弟と確認し合うと、うん、弟も同じ音を聞いていました。
今思うと両親が疲れて帰ってきてあんなに急いで階段を駆け上がるなんておかしいなと思います、うん、2人で鳥肌が立った経験でした、うん、霊感の強い M 子さんにその話を大人になってしたところ、うん、霊道だったんじゃないとのことでした。あの時以来同じような体験を実家ではしていません、うん、霊道は同じなのか道は変わるのかは分かりませんが、うん、霊道がある某ラーメン屋さん、冷蔵は変わるみたいですかね。あ、そうですか。変わって、だから冷蔵じゃなくなったってこともあるみたい、はいはい、あ、自然に変わっちゃうんですか。自然に変わっちゃうみたいですよ、はい、いろいろ変わるって聞いたんで、はいはい、冷蔵がある某ラーメン屋さん、うん、父がお店に来るお客さんに教えてもらった話です、うん、決まって不思議な現象が起こるのは深夜だそうです、うん、店員さんがお客様何名様ですか。お客様は2名です、うん、店員さんは3名様ですねと店員さんも間違えてしまうほど明らかに人が一人多いそうです、うん、そしてはっきりと店員さんには見えているそうです。店員さんあるあるにもなっているようで、うん、店長もまたかと慣れているそうです、はあ、私たち親子も深夜にそのラーメン屋に行きました、うん、トイレに近い席にいました、うん、深夜にラーメン屋に2人の男性が来て店員さんとやり取りしているのを背を後ろにして聞いていました、うん、何名様ですか。2名です。店員さんがはてなという感じの声で2名様ですかと不審がっている声でした、うん、もしかして1人多いというあの話ではないのかとふと心の中で思い出しました、うん、ラーメンを食べている時に背後が気になり肩越しにトイレの方を見ると中年の女性の後ろ姿が見えてトイレに向かって歩いていました、うん、そのトイレは人が1人しか入れない男女兼用になっているトイレです、うん、ラーメンを食べ終わりトイレに一度行こうと思い、そういえば、うん、さっき女の人がトイレに入ったけど出てきた気配がない、うん、おかしいなと思ってしばらく待っていました、うん、待っても出てきません、うん、後ろを通った姿も見ていないし、うん、思い切ってトイレのドアを開けると誰もいない。私が見た中年の人はと頭の中がクエスチョンマークでいっぱいでした、うん、どうやら一人多くお客さんにくっついてくる霊はトイレに消えていくみたいです。霊道というやつでしょうか、うん、ワイワイしている店の雰囲気が好きで人にくっついてくるのかラーメン屋が好きなのか、うん、と怖いというよりラーメン屋が好きなんだねと一人で納得し少しほっこりしました、うん、でちょっとあのお話が結構たくさんありまして、はい、ここからはちょっとまた次回にさせていただきます。はい、なるほど、わかりました。なんか霊道にやたらこだわってますね、はい、その人は。はい、ですね、タイトルが、はいはい、ないですね。ないですか、はい、山口敏太郎の日本大好き、うん、というタイトルですかね。ああ、番組は違いますね。はい、いつもアトラスラジオを YouTube で拝見しています。じゃあどちらですか。日本大好きってタイトルでアトラスラジオ。はい、はい、そういう。もうむちゃくちゃですね。どっちなんですかね。はい、はい、不思議大好きおばさんです、はい、私が30代で体験したお話を聞いていただきたくてメールいたします、はい、その日の夜主人が出張でベッドで一人で寝ていました、うん、ドアの向こう側にキッチンがあってフローリングに大きなキッチンテーブルが置いてありました、うん、夜中にふと目が覚めた私は奇妙な音に固まってしまいました、うん、ピンポン玉を机から落としたような音がずっと続くのです。ただピンポン玉が落ちたのであれば音はだんだん速くなっていくはずなのに、うん、音は一定の間隔でずっと続くのです、うん、私は固まってドアを開けて確認する勇気がありませんでした、うん、後日知り合いの霊能者の方にお話ししたところ、うん、弁天様がついているという話で、うん、ピンポン玉の音は琵琶の音色だそうです、うん、そういえば私の仕事は音楽関係ですし主人は海の仕事をしております、うん、これ水に関係した海の仕事だそうです。あ、こんな話でした、うん、最後まで聞いていただいて感謝です、うん、これからも体に気をつけて頑張ってください。なるほど、応援しております。なるほど、これあのね、はい、FM 八王子の方にいただきまして、はい、であのこっちまで転送してもらったんですよ、はい、ね、はい、番組は間違えるわ。あのねえ、あの曲を
まあ、局に送っていただいてもいいんですけどね、はい、はい、これ結局日本大好きのおはぎだったんですかね、はい、そうですね、アトラスラジオですかね、アトラスラジオですよね、もうどっちでもいいんですよ、はい、あの僕のファンだということで、そうですね、ファンということです、もう OK です、はい、 OK です、はい、はい、次がですね、タイトルがテレビ、テレビ、はい、トヨちゃんからです、あ、もう常連さんですね、はい、ビンタロウ先生、タートルカンパニーの皆さんおはようございます、はい、トヨちゃんです、はい、岡田由紀子さんの回のアトラスラジオでテレビ画面の中に幽霊を見たとのトークがありましたが、私も一度だけ見たことがあります、うん、20年くらい前のバラエティ系の番組だったと記憶しています、うん、毎週放送されるその番組の中盤の数分間は毎回不治の病と戦いながらも笑顔で暮らす小学生の男の子と、彼を見守るお母様の様子をドキュメンタリー風に放映していました、うん、確か半年間ほどそのドキュメンタリーコーナーは続きましたが、残念ながらその男の子はドクターの予測通りの時間にお亡くなりになってしまいました、うん、小学6年生でした。そのコーナーの放映も一旦終了しましたが、番組自体は続いていたので、百花日を過ぎた頃番組クルーがお母様の様子を伺いに取材に訪れ、多分お線香を手向けに行ったのでしょう、うん、その内容を放送した時のことです、うん、お母様は気丈にインタビューに答えていらっしゃいましたが、画面がお母様の上半身を捉えた時、その左肩の少し奥に亡くなった息子さんがスッと立っているのが見えました、うん、満面の笑みを浮かべ驚いたことに、少し身長が伸びて中学の学ランを着ていました。きっとあと半年生きられたら、生きられたなら中学生になれて学ラン姿をお母さんに見てもらえたのに、うん、という思いでそのようなビジョンになったのではと思われます。なるほど。不思議にもなぜかカメラアングルはお母様を正面から捉えず、極端に画面の左下に捉えていて、つまりお母様本人の左肩あたりがテレビの中で大きな空間を作り出していたのです、うん、僕も写してという息子さんの気持ちがそのようなアングルにさせたのでしょうか、うん、今から思えばすぐテレビ局に電話してお母様に伝えてと連絡すればよかったと心残りです、うん、最後までお読みいただきありがとうございました。ああ、そういう不思議なことがあったんですね、はい、なるほど。その学ランはどこで手に入れたんですか霊界ですか霊界で霊界で手に入れた、わからないです、ね、はい、霊界、はい、霊界で、はい、学ラン買ったんですか、そのシステムはちょっとシステムどうなってるんですかね、はい、うん、すごい気になりますね、はい、はい、次がですね、タイトルがアマビエ商品、はい、はい、山口敏太郎先生、はい、こんばんは、中田です、はい、返信が遅くなってしまいました。うん、アマビエの解説文ありがとうございました、うん、感激です、うん、早速箱の中のしおりに解説文箱の中のしおりしあの いくらうちがオカルト事務所でも箱の中のしおりがまずいです、はい、早速箱の中のもうだいぶボロボロになってますね、はい、はい、箱の中のしおりに解説文として入れるようしおり手配しています。ああいいですね、はい、お忙しい中ありがとうございました、うん、今後のご活躍飛騨高山から楽しく拝見させてくださいね、応援しております。これはですね、はい、アマビエちょっとなんか町おこしで作りたいところあれば、はい、解説文僕が書きますよってツイッターで言ったんですよ、はい、そしたら この長田さんのお店が、はい、なんていうとこだったかな、稲戸かな、はい、東方だ、東方園、東方園、はい、稲の豊かの園ということで、はい、それで結構ね、はい、アマビエとかがね、はい、あの可愛らしいんですよ、はい、割と、ね、写真か何かが あるんですよ、ありますね、これなかなか可愛いですね。可愛いですね。はい。ね、はい、これは猫らしいんですかね。はい。猫ですか。これは猫。これはアマビエちゃん。はい、アマビエちゃんに何かこれ説明文つけたいということで、はい、ね、私が今作りました。はい。これはもうボランティアでやってますので、はい、無料ということで。はい。
ぜひ皆さんね、はい、なんか食べるのがもったいない感じの、うん、かわいらしい、ね、ちょっと食べられないですよね。そうですね、はい、稲藤さんというところで、はい、ぜひ皆さん、はい、稲穂稲穂さん稲藤稲穂どっちですかあれ分かんなくなっちゃった分かんなくなっちゃったどっちだったかなねだんだんちょっと衰えてきますね稲穂ですよ稲穂稲穂さんですね。あ、違うわ、東方園だ、全然間違えない、東方園さんですね、はい、東方園東方園さん、はい、東方園、ね、さんのアマビエのお菓子、うん、で稲に豊かの園と言います、はい、で、東方園、はい、稲は通っておりますからね、はい、東方園さんのアマビエということで、はい、お間違いないように、お前が一番間違えてんだよって言われそうですけどね。突っ込まれます、ね、はい、はいはい、次ですね、タイトルが岩手県にはなぜコロナ感染者は出なかったのか。あ、ヘビーなタイトルですね。そうですね、はい、ご無沙汰しております、うん、ペンネームローマ太郎です。ローマ太郎、はい、うん、今回コロナ騒動について思うところがありメールしました、うん、日本全国都道府県にコロナ感染者が蔓延する中、うん、なぜか岩手県にはコロナ感染者は報告されていません。そうなんですよね、はい、実際にはコロナ感染者は来県しており決して人の往来がないとは言えないのです、うん、そこで2つの可能性を考えてみたのです。はいはい、一つは日本の鬼門にあたるから、うん、江戸の霊的な守護として上野寛永寺、日光東照宮が北東のラインに配置されていますが、うん、日本の鬼門とは岩手県のことです、うん、その証拠に 岩手の怒りとは鬼の手形が由来とされていますから、うん、しかし私は調べるうちもう一つの重大な話が潜んでいることに気がつきました。お、何ですか。それが庶民将来です。読み方正しいですかね。庶民将来、はい、合ってますよ。庶民将来のお札を貼った庶民の家は疫病から守られたが、隣の巨端将来の家は滅んでしまったという話、うん、なるほど。元ネタは旧約聖書のでエジプト記 12.21 にあるという話があり、うん、エジプトに疫病が蔓延した時に羊の血を戸口に塗ったユダヤ人たちはその災難を逃れたと言い、うん、神社の鳥居の起源になったとも言います、うん、ところでこの庶民将来の故事にあやかって厄除け祈願の神事である庶民祭りが、うん、なぜか岩手県南部の神社仏閣で行われるので、うん、です、うん、つまり日本では岩手だけ、うん、10年以上前にはその奇抜なポスターがマスコミに取り上げられ、 あれだ、はい、あのふんどしの、はい、何万人もの男がふんどし姿で、はい、あの冬山の時やるやつだ。あ、そうですね、はい、はい、その奇抜なポスターがマスコミに取り上げられ、うん、ワイドショーの騒動になったこともあります、うんうん、ところで庶民も変わった名前ですが、うん、コタンも意味深な名前だと思います、うんうん、コタンは集落を意味するアイヌ語だからで、岩手県にはアイヌ語が由来である地名が結構あります、うん、庶民祭りが岩手でなぜか行われている理由も何か関係あるかもしれない、うん、庶民はユダヤ人で、コタンはもともとその地に住んでいたアイヌ人という可能性があるのでは、うん、アマビエも流行っていますが、うん、庶民将来の伝説も見直されるべきだと思います。なるほど。岩手県にコロナ感染者が出ないのは庶民祭りを行うことで何らかの結界を張っているんじゃないでしょうか、うん、アトラスラジオ聞いていますので、これからも情報発信してほしいです。なるほど。これ、いっぱい添付画像がありますね、はい、あ、そうですね、はい、これね、この絵も出してもらいましょうかね、はい、これは何なんですかね、このアマビエちゃんとなんか方角、これは何でしょう、これ鬼門とかのですね、どうなんですかね、あるんですかね、はい、著作権が自分にあるのかな、うん、まあそれは、はい、多分あるんだろうと思いますけども、はい、ね、ちょっと検討した上で出したいと思います、はいはい、じゃあこちら、はいはい、タイトルが5月12日にアトラスラジオで放映されたお話について、うん、はい、山口敏太郎様、うん、はじめまして、いつも楽しくアトラスラジオを拝聴しております、はい、5月12日にアップロードされたアトラスラジオ内で紹介された
スペイン在住のハンドルネームオレンジさんのお話を聞いて、思い出したことがあり、メールさせていただきました。あ、なるほど。はい。もう今から15年近く前に、知人、仮名として A さんとしますから聞いた話なのですが、A さんが友人たち数名と集まっていた時、夜遅くなってきたので A さんは横になってうたた寝していました、A さん以外の友人たちはまだ起きて話をしていたそうです、すると A さんが突如寝言を言い始めたそうなのですが、その寝言の声というのがまるでテープレコーダーか何かに録音した声を早回しにしたような声で、抑揚なく一定のリズムで喋り続けるというものでした。どういうことですか？あの、はい、なんマヤ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 って感じですか？そんな感じかもしれません、ちゃんと日本語だったんですかね？あ、何を喋っているのかは全く分からず、 A さんの友人たちによると何かの言語であるとは思うが、どこの言葉なのかは分からないということでした。なるほど。その不気味な様に A さんの友人たちは驚き、何が起こっているのか理解できなかったそうなのですが、1分間ほどで見守っていたものの、その奇妙な寝言が止まる気配がなかったために一人が A さんを起こしたそうです、起こされた A さんは自身がそのような奇妙な寝言を言っていたことを全く覚えていなかったそうなのですが、どんな寝言だったの？と尋ねられた友人の一人が、その寝言の真似をした時に A さんはハッとしたように何かを思い出したそうです、それによると A さんが高校受験のための勉強をしていた時期のある日の夕方、学習机に向かっていると窓の外から何かの声が聞こえてきたことに気づいたそうです。窓の外から声が聞こえてきたんですか？はい、はい、当初 A さんは勉強に集中していたためにその声に意識を向けなかったそうなのですが、ふと気を抜いた時、その声がまだ続いていることに気づきました、そしてその時の声というのがまさに A さんが寝言で喋っていたような声だったそうです、テープレコーダーか何かに録音した人の声を早送りするような時のような声です。不思議に思った A さんが窓の外を覗いたところ、家の裏庭に植えてあった木の根元に何か小さな生き物がいるのを見つけました。はい、下映えや枝葉に隠れてはっきりと見えなかったそうなのですが、体長1メートル程度の獅子を備えた生き物だったそうです。人間の形に似てた。そうですね、獅子を備えているそうですってことですからね、はい、A さんが見ているのに気づいたらしい。その生き物は身を翻して木のさらに上の方に姿を消したということでした。そしてその生き物の姿というのが、 A さんが言うにはあれは宇宙人だったと思うんだよな、最近グレイっていう宇宙人をテレビ番組とかで見るだろ、まさにあれだったんだよな、とのことでした、話が前後して分かりづらいと思いますが、私がこの話を A さんから聞いたのはおよそ15年前で、 A さんの年齢はその当時50歳前半でした、つまり A さんがその生き物を見不思議な声を聞いたのは今からですと50年近く昔のことになります。今では私も A さんとの付き合いがなくなってしまい、再び話を聞くことも不可能なのですが、当時話してくれた内容がかなりショッキングだったのと、 A さんの寝言を実際に聞いた友人の方たちからも話を聞いたので、はっきりと記憶していました。そしてさらに A さんの奥さんも一度 A さんの不思議な声の寝言を聞いたことがあるのだということでした、A さんが見た生き物が何だったのか、またそれが発したと思われる声を数十年後、なぜ A さんが寝ている時に本人の記憶にないまま話したのか、わからないことだらけなのですが、このような不思議なお話に詳しい山口様でしたら、何か判明することがあるのではないかと思い、メールさせていただきました。これからもアトラスラジオを楽しみにしております。スタッフの皆様ともとも頑張ってください。はい、メールアドレスに私の名前が入っておりますが、私のハンドルネームは T、アルファベットの T としておいてください、ありがとうございました。なんでいつもハンドルネーム最後に皆書くんですか？ね、難しいです。なんかうちにハガキをくれる人はみんなそうですね。そうです ね、でも不思議ですね、なんかね。さ、最後じゃあこちらのお手紙を、あ、隠れマヤ人です。あ、隠れマヤ人、はい、何号ですか？何号でした？何号？分かんないです、2号か3号かな。
はい、ビビビのビンタロウ先生、うん、IM さんこんにちは。はい、こんにちは。アトラスラジオの時間を楽しみにするのが日課となって数ヶ月になります。はいはい、先生の知識の深さと幅広さに違いが分かる大人の味を楽しませていただいている、うん、50歳の普通のおばさんです。うんうん、ひょっとしたら普通以下かも。最近アトラスラジオに投稿される方々に隠れマヤ人ブームが浸透しつつあり、皆さんとても神秘的な経験されていらっしゃるんだなと憧れの眼差しを持って拝聴しております。ちょっと待ってください。これ、はい、新たな隠れマヤ人、新たな方ですね。隠れマヤ人、これ4号ですね。はい、4号です。はい、はい、どうぞ。はい、私自身は霊感とかはないのですが、身内や身近な人たちが亡くなった時に不思議な体験をすることが多々あります。うん、それはさておき、今日は私の知っているひょっとしたら隠れマヤ人のことをお話しさせていただきたいと思います。はい、はい、私はアメリカに暮らして23年、働き者の旦那さんに甘えてこれまでちゃんとした仕事にもつかず専業主婦みたいなことと、この18年は子育てに邁進してまいりました。うん、こんな私なので子供が成長するに従ってその時々に必要とされる学校や課外活動でのボランティアに多くの時間を費やしてきましたので、うん、自然と多くの子供たちに触れ合う機会は多かったです。うん、私の一人娘が3歳半になった頃からモンテソーリスクールの幼稚園に通い始めました。うん、モンテソーリ教育は子どもの自主性を養うことを基盤とし、子どもたちが幼い頃から割と知的な学習ツールを取り入れながらも、圧倒されることなく楽しめる環境を提供しているのが特徴です。そのような教育概念に共感し、子どもを通わせるご家庭のバックグラウンドは様々で、娘は幼い頃から多国文化、多宗教、また同性愛カップルのご家庭などに触れる機会が多く、その中で自己アイデンティティを意識し始める年齢が割と早かったように思えます。うん、さて今日私がお話ししたい隠れマヤ人は、この学校に通っていた娘と同い年の女の子マヤちゃんです。うん、名前からして隠れマヤ人ではなく堂々のマヤ人なんですが、うん、この女の子は私の娘の入園3ヶ月後に入園してきました。うん、私の娘は非常に人見知りで、入園以来誰とも話をせず、自分の気に入ったアクティビティだけを毎日繰り返すような子供でした。うん、モンテソーリ教育の素晴らしいのは、こういう娘に対して何も言わずただ見守ってくれるのみというところです。うん、ところがマヤちゃんが入園してきた瞬間に、娘とマヤちゃんは即惹かれ合って手をつなぎ、娘がマヤちゃんに様々な学習ツールの使い方を紹介して回ったのです。うん、マヤちゃんは娘のように人見知りで、先生や他の子どもたちには打ち解けなかったのですが、その代わり娘がマヤちゃんの通訳的な存在になり、少しずつ先生や他の子どもたちと関わりを持つようになりました。うん、この頃私も定期的に折り紙や工作を教えるボランティアで学校に関わるようになってきました。うん、娘とマヤちゃんが学校に通い始めて1年か1年半くらいした頃だったと思います。うん、美術の先生のお手伝いで私も教室に滞在していた日のことです。その日の工作はピラミッドを作ることで、先生がメキシコのマヤ文化についてお話をされると、マヤちゃんの表情がみるみるうちに輝いて、ピラミッドと春分の日の太陽の関係みたいなことを流暢に話し始めたのです。先生も他の子どもたちもマヤちゃんがこのようにペラペラと話す姿は初めて見たので、みんな驚いていましたが、特に大人の私と先生は4歳の子どもの知識の深さに非常に驚かされました。また彼女が作成した立体ピラミッドの各側面には象形文字のような模様が描かれていて、他の子どもの作品と比べてもひときわ目立つものでした。うん、その日マヤちゃんのお母さんがお迎えに来た際に、その話を先生が伝えると、お母さんはマヤちゃんの父方のお父様はメキシコのマヤ文明を研究されていた方で、そのような経験から彼女の名前をマヤにしたということでした。でもこのおじいちゃんはマヤちゃんが生まれる前に他界されていて、ご家庭でもマヤ文明について話すことなどもなかったということです。うん、ちなみにマヤちゃんのお母さんは写真や映像関連作成の教授、お父さんは英文学の教授です。現在18になるマヤちゃんと娘はこの春高校を卒業し、秋から大学進学する予定ですが、マヤちゃんは今ではすっかりマヤ文明のことは口にしませんが、絵画の道に長けていて大学では芸術の勉強をするそうです。彼女は隠れマヤ人なのでしょうか、
それともたまたまマヤ文明っぽいことを知っていただけなのでしょうか。おまけにもう一つ、私の娘はマヤちゃんに会うまではイマジナリーフレンド、これは目に見えないお友達と遊ぶことが多かったです。食事の時にはそのお友達の分もお皿を用意させられたり、お風呂でも彼女タンリーちゃんという名前でした、と一緒に水に顔をつける練習を順番にしていたり、頻繁に会話していましたが、マヤちゃんと出会ってからタンリーちゃんとの会話は途端になくなりました。今ではその記憶は全くないようです。この話を娘にすると英語でバカじゃない的な言葉が返ってきます。子供ってすごく不思議ですね。これが私の隠れマヤ人ストーリーです。それではお体お心お大事にされて、知的なエンターテインメントを世の中に広げていってください。微力ながらも先生やタートルカンパニーの応援をしております。たい焼きのしっぽというハンドルネームの方です。たい焼きのしっぽさん、たい焼きのしっぽさん、はい、アメリカ。いや、これ面白いですね。そうですね、はい、これマヤ人でいいんじゃないですか。なんか、はい、亡くなったおじいちゃんがね、乗り移っちゃった、ね、乗り移ってる、生まれ変わりとかね、はい、なんかそんな気がしますよ、はい。でまあ、名前がマヤだということで、あのこだわりを持って、はい、あのね、知識を覚え吸収してるのかもしれないですけど、はい、でもこれは不思議な話ですね、はい、うん。じゃあもうこれは子供さんはハーフなんですか。そうなんですか。どうなんですかね、はい。まあ、日本人だけでも行動生活が長いんですかね。 そうもありますね、はい、うん。まあ、完全にもうアメリカのに、はい、ね、こう洗脳されてるところアメリカ文化に、はい、ね、影響を受けてるところがあるんでしょうね、はい。なるほど。でもまあ、 この幼稚園で有名ですよ、確かに。あ、そうですか、うん。全然子供いないんでわからなかったです。あ、僕もいないですけど、はい、あの確かに有名な教育のとこですね。なんかこういうところがどんどん増えていけばね、はい、確率教育とか、はい、そういうのって全然もっと子どもの可能性をダメにしますからね、はい。いやー、まあ面白いですね。まあ、じゃあマヤちゃんは隠れマヤ人4号認定ですまあね、こんな感じで、はい。でもなんかあの割と反響がありますね、いろいろやってると、ね、はい、なんかあって面白いですね、はい、はい。メールをください。コメントを待っております。メールアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp、 徳氏は5566@yahoo.co.jp。 それから、おはがきでも、ご連絡ください。船橋新高根 6-27-2 株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまでお願いします。それからまああのなんかね、面白ければ とりあえず何でもいいから、あのいろんなコメントくださいね。あのメールもいろんなコメントによってまた新しい何かがこうつながっていくんではないのかなと。でこんなこと言ったら馬鹿にされると思って口に出せない話がありますんで、でもそれを勇気を持って言っていただければですね、新しい人にまたその情報が伝わることによって、まあ共有体験して、まあどん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 、私も似た体験があるとかね、そういうのが広がっていくと思います。はい、そんなこんなで、ね、メールマガジン、サイバーアトランティア、こちらも頑張っております。過激な内容はメールマガジンと、ニコニコ生放送のオカルト男塾、こちらをご覧になってください、そうですね、そのあたりにしておきましょうか。はい、お耳の恋人、お耳の親友、ワンコの当担、ガラスの中年、佐川の友人、そして通勤通学、お昼寝、日々のウォーキング、家事、夜勤のお供、アトラスラジオでした。オカルトはエンタメだ。エンターテインメントはオカルトだ。オカルト、ストロングスタイルを追求していきます。これからも応援よろしく。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。山口敏太郎でした。それでは皆さん、さよなら。じゃあ最後ギャグやってください。アジャパ。アジャ、もっとちゃんとしてやってくださいよ。すいません。いや、アジャパってなんか投げやりなんですけど。アジャパ。ちょっと疲れが出ちゃった。疲れちゃう。アジャパ。はい。はい。じゃあアジャパ。
と余韻を残しつつ、はい、それでは皆さん次回のアトロスラジオの時間までしばしお待ちください。